どうぞ。逆だった、ごめん、ごめん、逆だった今から、はい、サンサンラジオさんの、うん、もう素敵なスタジオで公開収録しますから、うん、断っときますけど、生放送じゃないですから、ね、うん、生放送じゃないのに、うん、なんか生放送みたいにディレクターの方張り切って一生懸命やってらっしゃるので、うん、そういうのを腰を折ったりしないように、うん、石垣っていうところとかをちゃんと合わせて、ね、石垣、そう、そういうとこ鼻で笑ったりしないように、はい、せーの、in 石垣島ということで始まりました、シンガーソングライターの川口京子です。今週はここ FM 石垣さんさん、これあの、うん、あえてまだ袋開けてませんでした。はい、なので開けますね、うん、いきます。開けました。ニンニクかまぼこから、うん、どうぞ。あ、もう、あ、するするする、する、めっちゃするめっちゃニンニクの匂いします。これはすごいですね。え、これ中に入ってんの？もうニンニクも、はい、すごい。これ、これ考えた人天才だろうくらい私ファンです。初めてだな、このニンニクが入ってる。うまい、ニンニク、うまい、でしょ、ニンニク臭が、ただのニンニクじゃなくて、ニンニクが入ってるんですよ。ニンニク、そう、そういうこと。そうそうそう、ニンニクの根、ね、ニンニク、ディレクターさんもそうです。いや、これ、ニンニクが刻んだニンニク入ったんですよ、うん、そう、すごいですね。それを噛み締めた口でさ、お二人が感想をこっちに向かって言う。そう、今ニンニクの、ニンニク、ニンニク戦闘機です。みんな、荒川食堂に来ました。これなんかおすすめのお蕎麦屋さんらしいんですよ。牛そばだって、沖縄にはないんですって。八重山そば選手権グランプリ受賞だって。すごいじゃん、うん、もうすごいじゃん、牛汁、牛飯、もうなんか牛推しなんだよ ね、すごい、うん、もうなんか唐揚げも美味しいみたいなこと言ってなかった？拳ぐらいのね、唐揚げだっつって。拳ぐらいって相当大きいですよね。こんなんですよね。楽しみだな。すごい牛ばっかでしょ、メニューは。本当だ。頼んだのはこの牛そばと、うん、こっちね、あの唐揚げ。内縄口表が貼ってありますけど。はい。多分このあだったらアイコーってのがアリっていう。アリね。うん、魚のことイユっていうの。イユっていうの、ウサギはウサジって分かってるんですか？ヘイクルーサーなんじゃん、ヘイクルーサー、ヘイキサー、ヘイキサーじゃん、ヘイキだよ、大丈夫。人の名前？いや、人じゃ、人では、人では、人の名前書いてないでしょ、こういうところに。ヘイクルーサー、うん、使ったことはあるけど、最近見ないですよね。最近、使ったことあるけど、使ったことあると思う。あ、ないかもしれない。でも、それもの自体は知ってる。もっと悪いやつをやっつけるみたいな、悪い小動物かな。え、棒、小動物で叩くの？小動物を追っ払う。小動物を追っ払う何、どういう小動物なの？ちょっとこれ、大盛りライス。あ、うちのためにデブ盛りライス、デブ盛りライス。これ超でかいよ、マジで。確かに拳、に女性、ね、あ、ボロボロ肉が入ってますね、うん、ほら、あ、本当だ、柔らかい肉に、あ、本当、うまいよ、うまい、やっぱ全然、もう汁飲んだら全然違うんじゃん、豚のやつと。いや、そんなに変わんないかな。まあ、いわゆる、うん、沖縄そばの小麦粉の麺で、うん、まあ、でもこれそんなに細くないですよね。あ、そうだ、確かに。ニラが乗ってて、ニラが乗ってて、うんうん、うまいよ、でも、うん、巨大唐揚げ。はい、じゃあいただきます、はい、あ、うまい、うまい。普通の唐揚げと形違くね。違う、なんか、なんだろう、長いよね、ちょっと、うん、下味がすごいついてる。あ、そうね、でかいけど衣が薄い。
うん、肉がでかいよ、ね、カリカリ、あ、おいしい、これ結構好きだもん。ちなみにさっきの続きですけど、テイクルーサー、わかりました。いや、わかんない、全然わかんない。ほうき、ほうき、ほうき、形はほうきよりの5分の1だ。ハエたたきだ。もう一回言って。ハエたたき。もう一回言ってみて。ハエたたき。正解です。正解です。本当に難しいよ。じゃあ問題です。レモンは何て言うでしょう。レモン、レモンじゃない、ライト。正解です。そうでしょ。身の丈ばかり選んでさ、青春が終わったことに気づいたよ、気づいたよ。言うなんてなくても叶うって信じられたのに、この頃じゃ石橋を